ノコギリ岳は赤石山脈北端に位置する標高2685メートルの山。日本200名山及び山梨100名山に選定されている。山頂周辺は南アルプス国立公園の特別保護地区に指定されている。海駒形の北西に隣接する山で、その名のごとくノコギリ状の急峻な山用をしている。三角点は北端に近いピークにあるが、 それより、南側の第一高天、第三高天、第二高天の方が高い。その南東側に、エボシ岳と三ツ頭が続く。古代口からの南アルプス林道バスの車窓からは、途中で、ノコギリ岳の全貌を見渡すことが可能である。富士川及び天竜川水系の都台側の支流の源流の山である。登山道は、 都大川から沢沿いに稜線に登るいくつかのコースと、貝駒ヶ岳から稜線上を、長野県側の山麓まで至るコースがあるが、いずれも一般ルートではなく、ある程度の岩登りの技術を要し山梨百名山の中では難易度が高い山とされている。近辺には営業山小屋はない。都大川の赤瓦の分岐にあった探検山荘は廃業したため、最も近い山小屋は、 カイコマガタケ、黒トーネの七条小屋、または北沢峠の山小屋である。これにより、山体の急瞬とも、相まって、隣接するカイコマガと比べて登山者は、極めて少ない。ありがとうございます。